さん、こんにちは。私はね、今ね、三鷹駅に来てるんですがね、私ね、これからね、このね、中央総武観光線、この黄色い電車ですね、にね、乗っていきたいと思います。で、これね、今ね、このホームに止まってる黄色い電車にね、乗っていこうと思うんですがね、この列車ね、もう出会えたらラッキーなね、車両としてね、おしゃれてるんですよ。で、この側面見る限りだとね、普通にのやつとね、もう変わんないと思うんですがね、これね、前面を見てもらうとね、前面がね、こんな感じにね、もうなってるんですね。でもこれね、これだけを見たらね、別にね、特に何も思わないかもしれないんですがね、これね、多分この後ね、どっかで多分すれ違うと思うんですがね、これね、他の車両とはね、明らかにね、もう前面の形がね、もう違うんですよ。だからね、この前面の顔っていうのをね、よく覚えておいてほしいと思います。ではね、もう私はね、早速乗車していきたいと思います。ではね、この列車はね、発車するので、お待ちしたいと思います。そしてね、列車はね、三鷹駅をね、発車いたします。そして列車は三鷹駅を発車。そしてこの列車はね、中央線のね、もう各駅停車タイプの列車なんで、これ、この先ね、ずっとね、ポツポツね、もう各駅にね、停車していくんですね。おー、そしてこれね、わかりますかね、今ね、ちょうどね、向こうのね、中央快速線を走ってる列車。あれね、中央線の期間限定で走ってるね、209系ですね。これ時間的にね、多分あれね、中央特快運用のね、209系じゃないですか。ね、なかなかね、いいもの見れちゃいましたね。といっても、中央線の209系ってね、固定運用についてね、必ずこの時間に今日は見れるんですが。そしてね、まもなくね、列車ね、これ吉祥寺駅に到着するんですがね、ちょうどね、これ向こうからもね、これね、黄色い列車、電車がね、やってきたみたいなんですかね。もうこれね、ちょっと違いをね、探してみてください。そして、これね、向こうにちょ、来てるのはね、ちょ、わかると思うんですけどね。これ、側面はね、この車両とね、もう全くね、もう変わんないじゃないですか。しかしね、これ、前面がね、ちょっとね、もう違うんですね。そして、ね、列車がね、吉祥寺駅に到着。そして、これ、こっからだとまだちょっとね、見えないみたいですかね。これ多分、向こうの列車がね、発車するときになったらね、これね、もう見えると思うんでね。ちょっとね、ぜひね、見てみてください。でもね、ちょうど向こうの列車がね、発車するみたいなんでね、もう前面のね、顔面をね、見てもらいたいと思います。そして、この向こうの列車がね、発車。そして、これ、わかりますかね？今ね、顔面がね、この列車とはね、もう全然ね、違かったのがね、わかったかと思います。ではね、これね、今見逃しちゃった方、それからこの列車の画面を忘れちゃった方のためにね、ちょっとね、今ここで写真をね、二つ見比べてもらおうと思うんですけどね、これね、見比べてもらったらね、これね、明らかにね、ちょっと違うのね、わかりますか？本当になんかね、顔がね、全然ね、違いますよね。で、このね、さっきに向こうにいたね、このね、言ったらこれ、ライトがね、ギョロってしたようなね、ライトのような形をね、した列車がね、これね、普通にね、見られる車両なんですよ。それに対してね、私が今乗ってるね、このね、なんか普通の顔というかね、特にね、なんか印象を受けなさそうなね、そういう顔の方はね、これ、ね、結構ね、レアなんですね。で、これ形式で言うとね、このね、ライトがギョロっていうような形をね、したようなね、その車両はね、E231系のね、500番台っていう車両でね、それに対してね、私が今乗ってるね、こっちのちょっとレアなタイプの方はね、E231系の0番台ってね、ちょっとね、番台がね、違うんですね。で、なぜね、こんな2種類のね、列車がね、できたのかってことについてね、お話したいと思います。で、これね、これね、私が今乗ってるね、レアな方を、こっちはね、これね、もともとね、総武観光線で、ね、ためにね、使われた車両なんですよ。それに対してね、さっきのね、向こうにいたね、普通に見られる方っていうのはね、これね、もともとね、山手線で活躍してた車両、つまりはね、中古車両なんですね。で、これね、どういうことかっていうとね、これね、さっきね、向こうにいたね、ギョロッとしたね、ライトの形のね、E231系500番台っていうのはね、これね、ついね、数年前までね、もう山手線でね、走ってた車両なんですよ。もう皆さんもね、これ、ね、この車両ね、見覚えありませんか？これね、すごいね、山手線のね、イメージみたいな感じなんで、私ぐらいのね、年代からすればね、本当に、すごいね、結構覚えてる方もね、多いんじゃないかなって思うんですけどね、これがね、今はね、山手線ではね、このね、電子レンジみたいな顔をしたね、E235 系がね、入ってきてね、この E231 系500番台っていうのはね、どんどん追い出されてったんですよ。で、この E231、追い出されてね、E231 系500番台っていうのはね、これね、この
中央総武観光船にね、やってきたんですね。で、この中央総武観光船ではね、まあもともとね、もう私が今乗ってるね、この E231K0 番台っていうのね、たくさんいたんですがね、まあこれはね、まあ今度はね、E231K500 番台によって、まあどんどん追い出されてたんですよ。で、この中央総武観光船が追い出されたね、E231K0 番台っていうのはね、今度はね、もう武蔵野線にね、あと八高線といった路線にね、どんどんね、飛ばされてったんですね。JR 東日本っていうのはね、こんな感じにね、もう玉突きにどんどん電車をね、もう入れ替えていくってことをね、まあ、よくするんですよね。もうこれね、もうこんな感じで、ね、まあ、どんどんね、車両をね、もう置き換えていったんですね。まあ、じゃあね、これ、私が乗ってるね、E231K0 番台はね、もうなぜね、中央総武観光船に残ったのかっていうとね、まあ、これね、E231K500 番台だけでね、もうすべてね、これね、中央総武観光船の列車をね、もう置き換えることはね、できなかったんですね。その結果ね、もう数編成だけね、これね、E231K0 番台が残ってしまうっていうね、現象が起きてるんですね。いや、なかなかね、面白いですよね。ではね、ここでね、車内の紹介をね、したいと思います。そしてもう車内はこんな感じ。まあ、これね、E231K500 番台とね、どこが違ったかとかってちょっと覚えてないんですけどね、まあ、あんな感じなんですね。私ね、これ車番はね、E231 の27って、ね、書いてるんですかね。まあ、これね、500番、私こういうところで、こういうなんかその車番がうんぬんとかってことね、全然知らないんですけどね。まあ、これね、500番台はね、27って書いてたところがね、500いくつか そういう書き方なんじゃないかなって、ね、思うんですね。もしかしたらちょっと違うかもしれませんが。そして列車はね、荻窪駅に到着。ではね、私はね、荻窪駅でね、降りたいと思います。そして、ま、これちょうどね、反対側にね、列車がやってきましたよね。まあ、こっちはね、まあね、E231系のね、500番台でしょうね。そして、ま、これね、顔面はね、こんな感じ。もうこれこう見るとね、わかりますかね。まあ、これね、全然ね、顔面が違うのがね、まあ、わかるかと思います。そして、私が乗ってきたね、E231K0 番台がね、発車していくようです。そして、E231K0 番台がね、西船橋へと向けて発車していきました。ちなみに今回私が乗ってた列車っていうのはね、西船橋行きだったんですね。まあ、これね、側面はね、まあ、全然ね、まあ、500番台とね、違いがね、もう分からないでしょ。まあ、側面はね、まあ、全然変わんないんですね。そしてね、でもね、もう後ろのところはね、顔面がね、まあ、全然違うので、ね、見比べていただければね、まあ、一目瞭然だと思います。おー、そしてね、なんかね、音がするなと思ったらね、もうちょうどね、E353系の特急がね、もう通過していましたね。いやー、かっこいい。そして、ま、これ今回はね、E231 系の0番台に乗ってくるっていう動画だったんですかね。だったんですかね。これね、皆さんね、どうでしたかね。まあ、これね、E231 系の0番台っていうのはね、これね、今後置き換えが進む予定とかっていうのはね、まあ、とりあえずのところはね、もうないみたいなんですかね。ただね、E231 系の0番台っていうのはね、これね、中央総武観光船のね、これね、三鷹から千葉までの間でね、もう何編成いるんだ？多分ね、3編成とか4編成とかね、それぐらいしかね、まあ、いないと思うんで、ね、もうね、出会えたらね、もう最初も言いましたね、結構ね、まあ、ラッキーっていうようなね、お車両なんですよ。なんでね、まあ、皆さんもね、もしね、この中央総武観光船に乗る機会があればね、ぜひね、E231系の0番台をね、探してみてください。まあ、ではね、この動画はね、ここまでしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。ではね、動画はここまでしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。